はい。年末の喋り場みたいな形で、安倍さんの国葬をね、岸田さんがもうあっという間に決めたみたいな話で、それもまた批判になって、で結局ね、何かやると結局例えば批判される、まあ、新聞社とかいろんなこと批判されるっていうことで、岸田さんって検討の岸田さんって言って、おおむねのことは検討しますって言って濁すんですよね。まあ結局はあの閣僚とか官僚が決めていくと思うんですけど、おおむねそのシナリオみたいなやつを。で基本ね、あんまり決断しないんですけど、岸田さんって決断、たまに決断した時に限ってやっぱしね、支持率が落ちていくんですよね。だから、まあ、支持率が落ちた政治家にとってあんま良くないことなんで、何のためにその決断してるんかなみたいなの、それもおかしくって、まあ、まあ陰謀論的に言えば、まあ、結局やっぱし操り人形ちゃうみたいな、まあ洋風にも見えなくもまあないんですけど、まあ結局ことは増税のことでもなんか結構その時だけはね、もう決断するみたいになんかそのまあ結構言われてますけど、ね、税金が上がるってことない、まあ読んでたんですけどね、うん、そのまあ結局ねこれね、まああと結構始まったばっかしなんで、今日はまあそのどういう結構ね、岸田さんとかも、よくね、経済について政府に助言する立場にある竹中平蔵さんっていう人とかもよく言うのは、なんてダボス会議っていうのがまああるらしいんですよね。ヨーロッパであるらしいんですよね。で、そういうところはなんか環境問題とか SDGs みたいな、それと実際本当にそういうところで管理社会みたいなのを推し進めていこうみたいな話があって、結構そういうところの影響を竹中平蔵さんとか岸田さんとかをまあ受けてるらしいんですよね。でまあ岸田さんってなんかもうそんな自分がなさそうな人なんで、やっぱしね、まあどっかからそのなんてちょっとした鶴の声みたいなのがあってやったら、結局はその支持率がガーンと落ちてしまったりみたいな、まあことになってるようにも見えなくはないんですよね。まあ結局証拠がないだろうっていうんですけど、まあでもね、僕コロナからなんですけど、日本のメディアってね結構ねもう抑えられてるように思うんですよね。今ウクライナとロシアの戦争があって、ちょっと入ってきた情報では、そのウクライナって中国みたいに情報統制だから、要は例えばある偉い人が、ある偉いっていうか、そのまあ言った筋力も財力もあって、特にまあ集まってるのはよく言われるのはヨーロッパとかで、ジュネーブでやってるんですかね、スイスの。ダボス会議みたいなのがあって、例えばそういう人たちが話し合って、こういう理想の世界とか理想の国とか、そのテクノロジーを多用して、しかも環境問題も解決するような、まあ、あれはどっちかって監視社会みたいな話で。で、そういうのを、まあ、世界には100カ国くらいあるんで、例えばそのモデル国みたいなやつを、モデル国みたいなものを作っていこうみたいな、例えばそのウクライナでその結構やってるらしいんですよね。だからね、ウクライナとかはそれが進んでるらしいんですよね。そのいろんな監視カメラを張り巡らして IT 化を進めて電子マネーでとかで、メディアもなんか結構世論操作がやりやすいようになってるらしいんですよね。まあとか中国があれなんですけど、まあ、中国とね、ウクライナがね、結構ね、そういうね、最先端社会の、まあ、理想社会のモデルケースみたいになってるんちゃうかみたいな話で、で、日本とかも、まあ、ね、そういうところから、まあ、影響を受けてる
みたいな話で、なんていうんですか、まあ、岸田さんの動きって、まあ、その決断するたんびに支持率が下がっていくんですけど、まあ、言ったらやっぱし、まあ、どっかから、まあ、言ったらこの鶴の声みたいなのが、まあ、あるんかなみたいな話で、まあ、言ったら結局ね、アンチグローバリ、グローバリゼーションとアンチグローバリゼーションなんですよね。まあ、そこの流れをね、見ていくっていうか、グローバリゼーション、グローバリゼーションっていう、そうなんですよね。まあ、結構ね、ナオキマンとかもね、最近はツイッターのイーロン・マスクの話とかもまああるんですけど、まあ言ったら結局、これって岸田さんの話なんですよね。だからまあ岸田さん、まあ、来年ちょっとどうなっていくんかみたいな、まあ、話なんで、でもね、僕ね、でもスポーツの、ね、ネタがね、結構ね、重大ニュースって多かったんですけど、まあ、どっちかというと僕は経済、まあ、戦争、まあ、原油高、ドル高、ね、岸田政権、安倍さん暗殺みたいな話で、あれなんですけど、そうですね、来年はどうなっていくんか、まあ、今年はまあもう、ね、コロナの後の物価高で、多分ね、僕の予測ではね、まあ、税金も上がるし、来年も多分、ちょっと日本にとってはピンチな面があるんかなみたいな話なんですけど、今話した話でイギリスでね、メローニっていう、女性の首相が今誕生して、どっちかっていうと保守系なんですけど、結構ね、日本が先進国の中で財政的に悪いとか、まあ、経済的に悪いとか、借金が増えてるとかっていうことは言われてるんですけど、実はそれからくりが実はあって、そのからくりっていうのは、要はフランスって14カ国くらい、もう植民地とは言わないんですけど、その実質植民地って言ってどうやって支配するかっていうのは、その国の通貨発行権みたいなのを握ってしまうらしいんですよね。だからアフリカのある国ではフランというお金が流通して、結局フランスがそれを発行して、それによってなんか 50% ぐらい搾取するらしいんですよね。なんで例えばこういう仕組みなんですよね。迷ったらその自分たちのその衛星国みたいな、例えばまあウクライナもそうやって言われてるんですよね。でゼレンスキーも操り人形で、まあ、言ったら間接的だから、その歴史の教科書でその実際その第二次世界大戦が終わってから、その植民地やって国がどん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 その独立していって、もう今はそのなんて植民地みたいなのはないらしいんですよね、っていうのが公式なんですけど、まあ、新しく間接的に搾取するシステムっていうのを実は構築してて、要はその国の通貨発行権を取ってしまって、要はそのあれなんですよ、そのなんていうんですか、フランスのその関係国にはフランというお金が流通してて、それによって富がその通貨を発行している国に流れ込むシステムっていうのはまあできてるらしいんですよね。だからそのヨーロッパで言ったらイギリス、フランス、イタリア、アメリカ、まあそれらの国々っていうのは実際はその自分の周りの小国みたいな資源持ってたりとかしてるところをまあ間接的に支配して、だからそのあれですよ、財政破綻の件も言われてるんですけど、日本がしないっていうのは自国通貨発行権があるからなんですよね。なんで逆にこの前今藤巻教授が財政破綻について言ってたんですけど、その代わりに新しい銀行を作れみたいな、一旦日本西銀をっていうのは、実際はそうやって新しいその銀行、要は結局日本を搾取したいわけなんですよね、新しい銀行を通じてっていうことなんですよ。だからトルコとかどこでしたっけ、破綻してギリシャでしたっけ、ギリシャみたいになるって言いますけど、ギリシャとかもなユーロらしいんですよね。韓国もね、韓国もそうやったかな、なんかあるらしいんですよ。だからそういうその通貨発行権を握ることによって、そういう仕組みになってるんですよ。でそこで貧しくなった国から
貧しいから移民してくるから、それを受け入れて国内に入れて人権、国内の人件費も下げるらしいんですよ。だからフランス、そう、その移民が起きるのは貧しいから人が移動すると。まあイギリスに、例えばまあフランスですよね。でフランスはそういう貧しい国からその通貨発行権を取ることによって搾取していると。ですかつその国で貧しくなった人がフランスに労働者として移動して、結局そのまた搾取されるんですよ、労働者として。なんで特定のその特権階級にお金が流れ込むような仕組みっていうのがきちっと出来上がってるみたいな、まあ、だから結局フランスの一般の労働者のためになって、今の日本と同じ仕組みなんですけど、そういう仕組みになってる。ただね、日本はね、フランスとかみたいになことはやってないんで、まあ言ったら他の国、先進国とかそういうずるいことね、搾取の構造を持ってるんで、日本より、まあ、経済的にいいということも言えるんちゃうかなみたいな、あ、そういうからくりやったんかみたいなね。ただ日本はその低い賃金で働いてくれる労働者だけを入れて、日本人自身の賃金も下がってるみたいな仕組みができてるみたいですね。まあいっそのことね、フランスみたいに、よその国に日本円を使わせるようなね、そういう国を作ったら日本もちょっとは経済的に良くなるんちゃうかなみたいなことで、今日はちょっとここで終わってみようと思います。